普段何してんのか。すごっ。おお。では始まりました、もちチャンネル。さあ今回はですね、たわしさんにおいでいただきましたというか、たわしさんの家、はい、ようこそです。今回はですね、たわしさんの一日どんなのかっていうのをねちょっとやっていきたいんですけども、普段何してんのか。基本的には勉強しかしてないんですけど、はい、まあ、ちょっと違う絵もあったりするかなと思って、はい、そこでですね、たわしさんちょっとプレゼントがあるんで、令和の虎で話題沸騰、はい、リライブシャツでございます。はい、このシャツを着るといろんないいことが、いいことがあると運みたいだな、運じゃなくてですね寝る時に疲れが取りやすくなるとか、そしてさらにはこう筋トレしてるじゃないですか、はい、それでも効果を発揮するということなので。あ、そうなんですね。試してもらいたいと思います。ぜひこれ着て生活したらどうなるのかっていうのをやってもらいたいと思います。はい、たわしさんの一日見てみてください。34歳東大受験生、見てみてください、はい、怖いもの見たさでお願いします。はい、で今ちょっとシャワー浴び終えて着替えました。リライブシャツです。いい感じの肌触りです。はい、じゃあこれからですね、ちょっと寝ていくんですけど、寝ていくんですけどもというか、まあこれから寝るんですけど、まあちょっとその前にちょっと軽く勉強してから寝ていこうと思います。じゃあちょっと寝る前に歯磨こうと思います。寝る前にですね、いつも毎朝6時から勉強配信しているので、その勉強配信の YouTube の投稿予約をしておきたいと思います。じゃあ寝る前にリスニングは毎日やってるので、ちょっとリスニングをやって寝たいと思います。 BBC のラーニングイングリッシュっていうのをアプリに入れてるんで、それを聞いてやっていきたいと思います。おはようございます。朝起きることができました。これからあと20分後ぐらいに朝便配信するんですけど、いつもより目覚めがいい感じはします。いつも結構二度寝とかしちゃうんですけど、はい、じゃあこれからちょっと準備などしていきたいと思います。なんか配信がうまく最初始まらなくてちょっと焦りましたが、無事開始されてよかったです。おはようございます。そらさんおはようございます。ここら辺のサルさんおはようございます。アンさんおはようございます。ケイスさんおはようございます。高めだいさんおはようございます。キャラメルマカロンさんおはようございます。プルンプルンさんおはようございます。で PK さんおはようございます。そうなんです、昨日ね森哲先生 YouTube に出させてもらいました。ちょっと撮影がありまして、はい、じゃあやってきます。料理作っていきます。今日はですね、バリバリなってる。今日は焼きそばを作っていきたいと思います。あーすげーバリバリなってる。なんだこれ、予想外のことが。冷蔵庫の設定温度が下がりすぎててバリバリになってる。アイスが溶けたんで設定温度下げたらバリバリになっちゃいました。シャーベット状の玉ねぎを、うわーすげーシャーベットになってる。ちょっと切っていきたいと思います。あ、
でも意外と切れますね、ついに。いや、みじん切りじゃないな。シャリシャリの玉ねぎが出来上がりました。解凍しないままいっちゃったら絶対ダメですよ。味は普通に、あ、美味しい、普通に美味しいです。はい、ということで、はい、林さんという人、田橋さん、田橋ですね、はい、どうですか、着てみて、はい、これはリライブシャツのおかげなのか分かんないですけど、寝起きがすごい良かった。あ、寝起きが良かった、はい、腰が疲れないって、はい、そうですね、勉強して今のところ全然ないですし、はい、あとなんか感じたのは、姿勢が僕結構勉強したりしてると猫背になりがちなんですけど、はいはいはい、勝手にこうシャキッとするみたいな、はいはいはい、聞きました。あ、そうなんですか、はい、なんか背筋が伸びて、はい、で結構僕立つ時に片っぽに体重かけたりするんですけど、はいはい、パシッとストレートに立てる。なるほど、はい、あと結構柔軟とか筋トレにもいいって聞いたんで、はい、本当なのかやってみたいと思う。やってみましょうか、はい、じゃあいつもやってる筋トレがあるんで、はい、じゃあ森田先生も一緒に。いつも何やってるんですかこのロフトがあるんで、はい、私はこれを使って、あっ、うわすごっ。こんな感じ。これいつもより軽いとかあるんですか。確かにいつも上がりやすいかも。10回やったんですけど、じゃあ無理ですけど、あ、全然上がりやすい。ちょっと本当に好きでやってます。ちょっと待って、やだな、これでビフォーアフターってやってさ、演技、演技みたいに思われたら嫌ですね、はい、ちょっとじゃあやってみましょう。やってみます、はい、柔軟も本当に差があるのかっていうのは、はい、じゃあ森哲先生こんな感じですね。田橋さんどれぐらいいくんですか、はい、もうあるの。あ、でも、嘘だ。え、これやらせみたいになっちゃうの、本当に。え、いつもどれどれ。いや、昨日より言ってました。昨日やってみたんですよ。はいはいはい、はい、昨日これつかなかった。で、ちなみにね、撮って今いただいてました、ね、そう、田橋さんの。そうです、僕の撮影協力いただいてる田中さん、はい、田中さんですね。あ、よろしくお願いします。こんな可愛い女性だったとは知らなかった。ありがとうございます。何なんですか。いや、逆に嬉しいっす。はい、いや、めちゃめちゃいとこ見てますか。あ、本当ですか。逆に嬉しい。これ言ったらすごいっすよ。はい、どうっすか。どうっすか。わかんないっすか。あ、でもさっきより言ってますね。さすがに懸垂は。ちょっといけてる。あ、でもこれ以上無理。とても一回はいけましたね。いけましたね。おお、すごっ。あれ、このまま差し上げますので、はい、いいんですか。はい、ずっと来ていただいて、はい、配信だったりとかもね、はい、ここでやってもらえばと思いますので、ぜひ、はい、まあ、勉強なんで、はい、腰とか結構痛くなったりもするんで、はい、ありがたいです。ちょっと試してみたいな。なんかあれもやってましたよね、なんかこう、はい、足グワーって上げるやつ。あ、腹筋と目の力というか背筋とかを鍛えるやつですね。うわっ、ここ、これなんてきついです。ここ、どんぐらい。うわ
速筋を。うお。で、キープ。おお。いや、こういうのを最大限使っていろいろやってるってことですね。はい、そうですね。ちょっとムキムキにしていきたいなと思います。なるほど。はい、じゃあそれにこのリライフシャットをやっ下せてください。ありがとうございます。はい。注文などに関してはですね、概要欄に貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。